せい側から死んだぞおい。魔王の威力じゃ珍しくないでしょ。はい皆さんお。なんやこのボクサー、開幕突っ込んだのが悪いけど相手もスマッシュは笑う。開始5秒にしてスマッシュを3発入れられるおじさん。2秒以下のペースでスマッシュ入れられてんじゃねえ。その上 D もなかなか強いからな。威力も割り込みも強いのよねえ。いや、さあ、せぇ。裏剣2発で強引にバーストしていきやがった。マックに魔王の崖奪い裏剣を決めようものならたやすく消し飛ぶでしょう。っていうか雷神ショーと裏剣で3発だよな。スマッシュを使わなくても消し飛ばすことは可能なんですわ。お相手さんにやばれ。ふん次はガード固く。なんてことね。割と耐えるんだなそれ。ま、魔王様もれっきとした重量級だからね。あかん。待てぇ、そんなダウンの読み合いするな。密着はマックガン有利だぜ。そやなぁ、テリア2期式ジャンプ釣りが通用しなかっただと？っていうかあの位置だとどっちにしろウェディに引っかかってたぜ。マックが無駄にジャンプしてるからなんだよなぁ。それ言うとお前も大概ステップしてるけどな。ステップは周りを惑わせる効果があるからセーフ。またかい。平気で2回触って倒す魔王様はさすがなんですわ。けどまだお相手の立ち回りを制したわけじゃないし二段しちゃダメだぜ。この早期で普通を立ち回り有利と捉えると負担になるのも事実。あり？ダッシュが出てきてねえ。たまにミスっちゃうやつ。ほらここジャンプしたくなるだろう。これはでかい。追い詰めると無理やりくうまい当たりで突破したくなりそうだし。飛びすぎだろか。しゃがみ体勢を持ってしても画面端まで飛ばすドヤ落ち。その体勢結構強いからなぁ。ナイス受け身。受け身使っ飛びを避けるために下入力してたのもポイントよ。BK サンダーの威力じゃ上受け身できてたか怪しいしな。今まで上受け身安定と思ったけどそうでもないのよねぇ。なぁ何やってんだか。むちゃくちゃしてんじゃねぇおーん。BK サンダー着地は突起短いしガノンだと割と効くぜ。そもそもこの飛び道具の時点で速いし隙も少ないのよねぇ。ここでお相手さんは飛び道具先行に切り替わる。やめろ。悪あがきにしては普通に扱いだから突撃するかガードするか見極めるんだぜ。ただガードも張りすぎるとパリンしてしまうという事実。で数上から列客を潰されるのが辛い。横にはそこそこなんだけどなぁ。下手にジャンプするなよ。ここ小突かれて落ちるパターンが最悪だからね。いいぞ。スレスレで避ける様が五尺すぎてな。強効果をうまく使い分けて上っ気でもタクを散らすのが魔王様。もうかなりのダメージだぜ。もう一発だ。さすがに置いたが過ぎてるんですわ。サンダーの釣り具合はうまかったんだが上スマでかき消したぜ。で次は床か。結局どんな戦いするかいまいち分かってないのよねこの子。数も少ないしなんだかんだゴリ押せる展開が多いしな。また下投げ連携ミスってんじゃねえ。おかしいな。私が下投げするときだけラグ起きてない。とうとうお前もクソつまんねえ冗談かますようになったか。さすがに嫌いすぎでは。そして暴躍したと魔王するとではリターンが違うんですわ。破壊力がありすぎる。やっぱ魔王の崖奪いは最強なんやなくて、どこでも奪ってくると思わせればその後の崖も有利になるしな。って割には下投げが下手すぎるんだが、裏剣の当て感が冴えてきた分下投げの指がおぼつかないです。でもやっぱ裏剣は当てるんだね。平気で 50% 近く稼ぐ魔王の火力が半端ねえ。外れ。ワイヤーだし別に反転する意味なかったわね。しかし展開はいいぜ。崖を制していく魔王楽しい。崖奪いの圧はかけれるようになったか。一旦奪ってからフェイントで惑わす魔王魅惑のステップ。おい、お助けください。基礎視されなければいけるか。本当に届いてなくて笑う。マグネットおじさんとまで言われた法事崖つかみはどこ行ったにゃー。あれは完全に吸い込んでたから削除されても仕方ない。妙なところだけ強かった法事もいい味出てたけどね。おらー、一応暴れるが。これこれはいいつかみ。死んねー。そこから崖下まではいかねえだろ。確かに危ねえ。まだダメージが少なくて助かったぜ。ここは丁寧に待って下から帰るわよ。しかし続けてく動き。あかん。あれこれ帰れます。いいぞ。しつこいやつだぜ。サンダーの切れ端で雷神将だけ復活するというありがた展開。あともう一発崖で押せば吹き飛ぶぜ。裏剣のエフェクトおかしくね。途中で掴まれるとエフェクトも反転するというどうでもいい情報だけ知ったわ。まあエフェクトって飾りで反転とは直接関係ないしな。これそして開幕ダッシュをかけれてるぜ。これは魔王よいスタートダッシュよ。独特な距離感を制していくんだぜ。甘いサンダーソードなら反撃取れるのも美味しいんですわ。お、抜けた。あ、抜けてね。ゴーだ。
久しぶりに見たなそれ。当てたら勝つけど同時に莫大なリスクを負うからねこれ。移動を聞く街道回避に刺さないと当たらないからな。何してんの？移動回避で崖をつかめなかった魔王の図。せっかく攻めて出張決めたのに完全に無意味じゃねえか。ほら、もう過ぎたことは仕方ない。もう一度集中切らさずリードしていくわよ。崖攻めしていって。ほら、外れだ。まるで意味がわからんぞ。お待ちください。お待ちくださいも何もまたストックドブにしてやがって。そしてこの連携は痛すぎる。取り返すところか一瞬でダメージも超えられたんだよな。まずい。テリアミキと違って魔王は被弾する必要がないのよ。別にテリーもわざわざ食らう必要はないからな。ここに来て立ち回りも醜くなってきたなお前。シールドパリン狙うならもうちょっとホールドするべきだったわね。そういう問題じゃねえ。しかし崖魔王タイムを消す。もう15分上でバースト見えてきたぜ。何の下手に飛ばなければ損。危ねえ。別編で死ぬと思った。もう大概の技でやられるんだよな。チャンス、ファイアーが切れたわ。いい突撃。シンプルに突撃できるのが魔王の強み。やったぜ。とまずストックは落としたと。まずここの無敵乗り越えろよ。火も雷も食らってはいけない場面。無理やりか。神明、ワンターンで決めようとする策がありすぎる。いますよ。せーの、あーシンプルだ。気持ちだ。なんか棒でも見たことあるなこんな展開。デッキに連発でも展開は作れることが証明。途中で抜けたのはいつ。現実直視していけ。あれで開幕 50% 入れられるのはもう必要経費感でできたけど、正直あれ徹底してよけ。危ねえ。まだジャンプ1もろとも4つ助かったぜ。ほれー、あの空に当たるときは当たっちゃうからそこから立て直すことに神経注ぐわ。一瞬止まったが問題なさそうだぜ。開幕 50% は仕方ないから撃墜拒否頑張れって感じかしら。もうそういう仕組みの試合なんだなって思う方がいい。ナイス出張。相変わらず女神さんは懐が飽き飽きなんですわ。そこも弱点だからな。バースト焦って甘いとリゾーブしたところを狙っていくんだぜ。なおさらバースト拒否。じゃんけんポン。俺の負け。なおさらバースト拒否が大。忙しすぎて全然言えてねえぞ。ここに来て後ろに下がり抵抗を見せる魔王の図。確かにそれ大事だけどな。今のところ互角だぜ。そこガードするよな。カウンター。黙れ。ここだけ魔王プレッシャーで揺さぶるわよ。物にできたらでかいぜ。やったぜ。あそこ回避してくれるのは魔王圧の賜物だよな。存在そのものが恐怖となり足をすくませる魔王様はさすがなんですわ。空へ当たるなよ。マジであれ早すぎて当たるから気をつける。下手に見ようとすると引っかかるから多少回避入れ込みは仕方ないぜ。おい、やっちまったぜ。そこ打ち変更するとか何年スマブラやってんだお前は。まあ最近いろんなキャラ増えてきたし判断遅れるのは多少はね。そう言いながら頑張ってずらせずらせ。お母さんとかも嫌や。ダメージがでかすぎる。帰る。お前もいつまで現実逃避してんだよ。気づけばすっかり重傷になってしまったおじさん。まあガノンもタイトルでなも 100% 超えてから本番みたいなもんだろ。こんな戦いばっかしてたからテリアミッション必殺に抵抗ないんやなって。撃墜拒否してひっくり返すのはガノンも大事だからな。あかん。後ろ嘆く魚爆炎バーストが見えてきたのですが、その3つ注意しろよ。どれもいい感じにタイプ違うのが嫌な感じ。そこ一旦引くぜ。寄り詰めても間に合わないと判断すれば撤退も大事よ。オート昇進はまだいいとして爆炎は絶対に当たるなよ。当たった瞬間敗北が決定してしまうわ。崖小ジャンプおじさん、圧は出てるが、このパーセント帯で裏剣を食らうのが一番怖いだろう。下手すると余裕でバーストするしな。しかし余裕でバーストしてしまうのはこちらも同じ。お相手も近づきたくないから飛び道具で揺さぶってくるぜ。ほらいいタックル。長年磨き上げてきた通勤タックル見せてやるでー。ワンチャン一発でバーストあるぜ。しかしここで臆せず屈しないおじさん。ガラ来た。しゃあ、一瞬の隙を突いて最高の一撃をぶち込んだぜ。これができるか。開幕式をコスモコールドは笑う。あそこで振り抜けなかったあたり儀式をぶち壊すのに迷いがあったと見たわ。そのどうでもいい考察は知らねえけどよ。弱突っ張りで追い詰めて。残念、割とがっつり反撃食らったぜ。ほれー、この裏剣嵐を食らえー。そんな無理やり当てるもんじゃねえだろ。相手もそれ対策にソルト連打してるあたりわかっているわね。危ねえ。一発入れただけで帰ってこれなくなってたからな。間一発ヤクザキックで裁くおじさん。でなんでお前らステージ中央で裏剣振りまくってんだ。一撃与えたら決め、負けてるんだよな。レッツキャンセルが見破られただと。相手が外にいたらとりあえずレッツキャンしてるだろお前。そして発信魔王原告を受け続けていたい。
それにとどまっていないぜ。あれー、復帰阻止おじさん。まあ受け身するよな。さすがここら辺慣れているわね。もう体力残り少ないからな。あ、甘いわー。しかし霊夢も兄にステップ踏むからさ、下スマパなしてから横スマ食ってくるんじゃねえ。どいつもこいつも横スマ振り下ろしてきてーん。まあお前もここで横スマ入れたからよくわからんがお互い様だろ。本当によくわからないわね。話にならぬ。もうこれ完全に殴り合い展開だぜ。すでに5試合ぐらいこの人と殴り合ってるからガチ部屋の雰囲気ね。今もうなかなかそんなことないからな。やったぜ。この試合でしか通じない上スマホールドしやがって。まあ殴り合いミラーありありだから多少はね。トレイ、まあ、あたれっき総裁仕掛けてたしな。志が同じの魔王は行動も似通るしくねえ。他キャラのミラー対面じゃそんなシンクロするとかないのよ。あかん、だからって脳死で内に起き上がるからだぜ。しかしこの雷神超一発がバカにならないのよ。画面端で助かったぜ。これだからステージ中央で戦いなさいってアドバイスがあるのも納得だわ。これは仕方ない。さすがに寿命が来てしまった魔王様。この無敵時間で押し込んでバーストできたら楽だが。チャンス。残念飛びすぎだ。危ねえ。これ、そこすると間に合うんかい。隙を見せない魔王に段構え。じゃあ、決めどころをきっちりクエヌで撃墜したぜ。って何お前だけ走りしてんじゃ。まあこんなのリボ試合もやったらいいじゃない。的な。せーの。そっからワンターンで決めるの腹立つなこいつ。これは思わずやった私も苦笑い。え、随分調子良さそうだな。超ジャンプチョンチョンとオラケン覚えたら不思議なことに勝率ぐーんと伸びたのよね。今までチルノとかと結構相手差が今そんな差がないもんな。戦闘力ベスト3に入るのも全然あるわよ。